必ずやろう日本最高坂井隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします6月7日のデイリーニュースをお伝えいたします中国では近年ですねまあ自らが自らにケりをつける事件というものがこの急激に映像化をしているという状態なんですね え特に川に飛び込むというものがですね、まあ、一種流行ってるというか、まあ、そういうことでもって急増しているというこういう状態になっています。こちらの記事をご覧ください、まあ、こちらはですね、まあ、21歳のプロのゲーマーだった、まあ、非常に熱い思いを持ったあその男の人がですね悪質なまあ結婚詐欺に遭う状態の中で女の子に対して51万元と言いますから1000万以上を、えー、これ貢ぐことまで。 やりなながらなんですね、えー、徹底的にあの尽くしていったのにずっとこの裏切られ続けて、まあ、最後についにです、ね、最悪の選択をして川に飛び込んだという、えー、事件がです、ね、4月11日に起こったことを伝えるものなんですでこの事件は、まあ、この女性側があまりにもひどいということで持ってですね、まあ、中国中で大きな話題になったんですけれども。 えー、この事件以降、えー、この川に飛び込むということがですね流行り始めたんではないかというふうに私は見ています。で中国の山西省の、えー、太原市においては、まあ、5月1日から5月24日までの、えー、この24日間の間で川に飛び込む事件が発生したのが16日間飛び込み事件が発生しなかったのはわずかに8日間しかなかったのだと、まあ、あるネットユーザーが、えー、書き込みました。 特に多いのがですねこの大原市内にあるゲイタ宅大橋からの飛び込みということになって、えー、5月20日にですね当局はこのゲイタ宅大橋を、えー、歩行者の通行ができないように封鎖をしたそうなんですねところがこの封鎖をかいくぐってその後も2人が事件を起こしたということのようなんです。 で公式報道通りだとしても、まあ、かなりの件数が発生しているわけなんですが、まあ、当然ながら、えー、中国のことですから、まあ、公式発表通りの数字が正しいと考えるのも、まあ、不自然なので、まあ、実際にはもっともっと、えー、多くの人がですねこれ事件を起こしているのではないかというふうに、まあ、見られているわけです。で大原市に架か,かる橋には警告文が書かれた紙が貼り付けられていて命を大切にせよと川に飛び込むのを禁止すると。 違反者は1000元の罰金を課すと、まあ、こういうふうに書かれているんだでその状態をですねこの撮影した動画というものが広がって、えー、ちょっと話題になりましたただしなんですがこの橋は実は大原氏の橋ではなくてですね広東省の中山市の橋ではないかとかですね えーまあ、これ自体がこのネットユーザーのある種のいたずらなのではないかなどというような話もあったりするんですけれどもで私自身がこのあたりの真偽を確認する術はまはないので、まあ、これどのあたりまでが正しいのかどうなのか、えー、それを判断することはできませんでそれはともかくとしてこの地元警察はですねこの橋にじ事件を起こさないためのまあ防御ネットみたいなものをこの設置したりとかですね パトカーを橋のこの両側の交差点のところに停車して、ですね、橋の上には、環境員と呼ばれる、まあ、要はその事件を起こさないために、橋を見張る人員、これを配置したと。 いうことなんですねで、同じような、えー、環境院はですね、えー、重慶での、えー、長江大橋、えー、これは一番最初に紹介した、えー、事件が起こったところなんですが、えー、ここにも配置されていますで、数十メートルおきにですね環境員が配置されまあ、24時間監視体制になっているということなんですねで、またあーその長江の河原にも もう7人ぐらいからなる消防士のグループが二手に分かれて待機をするという状態になっていて時に小舟に乗ってですねまあ何かおかしなことが起こってないかということを確認しているという様子なんですねちなみに四川省義品市にある長江大橋にも環境員が配置されているということが分かっています MR486 というハンドルネームの人がですね5月30日に X に投稿したところによると、えー、中国では4月に4500人が、えー、この川に飛び込み5月には、えー、5月20日時点までで、えー、中国全土で、まあ、1万3000人がですね、まあ、この橋から、えー、飛び降りたということのようなんですね。 でまた、4月に、えーまあ、この橋の飛び込みに限らずなんですがこの手の事件を起こした者はですね、えー、わずか1ヶ月の間にかかわらず6万人を超えたというこういう話も伝えていたりします。 まあ私はこの手の情報をどこまで信じればいいのかっていうのは正直わからないんですけれどもこの人が中国の暴力犯罪系の情報をかなり詳細に抑えているということはえこれはまあ伺えるなというふうには思っています中国共産党はですね自分たちは偉大で絶対的に正しいなんてねまあ考えていたりするわけでまそれゆえにこうした社会問題というものがこの存在をするということ自体が まあ大変都合が悪いといとうことになりますよねこうした事件を起こすものが大量に存在するということは中国共産党の指導というものに対してこれは問題があるんだということをえこれは確実に意味することになるからですですですから当局はこうした事件の理由というのはまあ全てこの個人的な原因であるというふうにまあ説明をしているわけなんですね。しかしながら現実がそんなことではないというのは中国国民はまあ当然ながら え皆さんかなり肌で感じ取っているわけなんです中国のネット民たちはですね一体誰が原因を作ったんだとこのひどい社会経済環境がなければ相次いで事件を起こすところまで追い詰められなかったはずだとこうやって憤慨をしているわけなんですで、福島香里さんによるとですねまあ、その中国においては多くの若者が集団で インスタ映えするような場所に、まあ、わざわざ、えー、行ってですね、まあ、こういう事件を集団で行うということがすで、えー、に昨年の段階でですね、まあ、かなり増えていたんだそうですで目下はこの川からの、えー、飛び込みというものは、まあ、当局の規制によって、まあ、なかなか厳しくなってきているっていうところもあるんでしょうが、まあ、そうだとすればもっと派手なやり方というものが今後増えてくるかもしれません 例えばチベットで広がったガソリンをえ使ってですね火をつけるものとかですねえ高層ビルからのジャンプであるとかまあそういうものが今後広がるということにひょっとしたらですけどねえこれはなるかもしれないななんていうふうには思っていますでなぜこんな悲惨な出来事がですねまあ広がっているのかといった場合に当然ながらこの経済状態が急激に悪化して 人々の暮らしというものがなかなか成り立たなくなっているっていう状態になっているからなのはこれは明らかかだとと言っていいかと思い思ますで経済が深刻な状態にある中国においては賃金のカット、えー、賃金の未払い、えー、そして失業こういうものがバンバン広がっているという状態で人々の生活悪化というものが、えー、これに伴ってものすごい勢いで強まっているというのはこれは間違いないところです。 で以前の動画でも話をしましたが、えー、新しいガスメーターに切り替えられたらですね途端にメーターの回り方が速くなって高額のガス料金を取られるようになったというような悪質なものを含めて公共料金がががきなみ大きく値上がりすするとといいうことが起こ起っていますで地方政府は何かと理由をつけては罰金を取るということを、えー、やるようになってきているわけなんですがこのこと自体も地方政府の経済環境の厳しさを間違いなく物語っています。 で僕は地方政府はですねディベロッパーに対して、まあ、その保有している土地を使用権売却するということによってこの得てきたこの、えー、土地使用権売却益が見込めなくなっていて地方政府の収入にですね大きな穴が開いているわけなんですね。なのでこの穴を、まあ、水道料金、電気料金ガス料金ガソリン代こういった公共料金の値上げ あるいは、えー、罰金徴収の強化これらによって埋め合わせしようとしているのはほぼ確実だと言っていいかと思います。そしてそんなことにもってですね簡単に穴埋めができるようなレベルではないくらい、えー、この土地利用権のですねこの売却収入が、えー、この激減したことというのは、えー、これ地方政府にとって大きな痛手になっています。 香港のフォーチュンインサイトによると今年の第一四半期つまり1月から3月に倒産に追い込まれた飲食店の数は46万社、えー、これはですね前年同期と比べて232.6%増ということなんですね、ものすごい勢いでこの飲食店の、えー、この倒産が増えているという状態になっています。 でこれはですね、まあ、生活苦からですね外食をする余裕がなくなって飲食店に行く機会というものが減っているというようなこともありますし価格の安い食べ物にですね皆さん流れるようになってきて、まあ、飲食店からすれば、まあ儲からない価格帯のものばかりを皆さん食べるようになったっていうそういう傾向が強まっているということもあるんですが実はそれだけではないんですね。 失業が厳しくなってくる中にあって参入障壁の低い飲食業であれば自分でもこの開業できるんじゃないかえそういうようなことでもってまあ開業するという動きがこの一気に広がるということがありその結果として飲食業界の中にあって過渡競争が生じまあそれによりこの事業が立ち行かなくなるところがまあ急増しているというこういう背景も実はあるんですね。 でちょっと古い資料で恐縮なんですけれども、えー、控訴訟の証、えー、全体においてのこの裁判所で生じ事件、えー、要はこういう経済的な問題ですね、えー、まあそのお金を貸したけど返してもらえないであるとか、えー、賃金を支払ってもらえないであるとか、まあ、こういった類の、えー、取扱い件数なんですけれども2019年が15.4万件。 2020年が12.6万件2021年が14.7万件とこの3年間ということでいえばほぼ横ばい状態だったのですがこれがなんと2022年には75.3万件となり2023年の数字はですね残念ながら私まだ確認できてないんですが。 まあおそらくはこの100万件を U に超えているのではないかなとまあ勝手ながら想像はしています。そしてこの生活費がこの厳しくなってくればなんですが、住宅ローンの返済というものができなくなっていきますよね。その結果として購入した住宅などをですね、なくなく銀行に抵当として取られるなんていうこともまあ起きてきます。抵当に取られた物件は競売にかけられることになりますけれども。 えでは、この競売にかけられているそうしたものの物件数はどうなっているのかというのを見てみましょう。韓中国というサイトがありますがここによると2021年には競売にかけられた物件数が15.9万戸であったのに対してこれが2023年にはですね79.6万戸まで増加をしているということなんですね。 つまりこれわずか2年間でこの KY 物件数が5倍になっているというこういう計算なんですがここからもですねそれだけ中国においての,この生活が急激に苦しくなっているということが見て取れるのではないかと思います。こちらのグラフは中国指数研究院という不動産情報サイトが掲載していた中国のですね50大都市まあトップ50の中国の大都市ですね。 ここのこの競売物件に関しての状況を一覧表にされているものこいつのですねまあごく一部ということになりますまあ実際には下までずらーっとこの50件並んでるんですが えー、その50個の大都市を、ね、全部、えー、やるとこれ大変というかあの画像としてなかなか扱いきれないということがあるので、まあ、あの上から15番目ぐらいまでであればあ多分綺麗に見えるだろうということで15番目の、えー、都市までで、えー、そこで切らせていただきましたでこの一覧表の、えー、都市名のところの一番下のところにですね どうやら、えー、これは日本語で読めば中馬天とと、えー、読めばいいいいいいののかかかなななっていう、えー、そういうそ都市ががあるのがかるわんじゃないかなと思います、えー、この中馬天市というのはですね河南省にある人口700万人の、えー、都市なんですね、まあご。ご存じない方多いかもしれませんがかなり大きな、えー、都市だということがここからもわかるんじゃないかと思います。 競売ここに,にかけられた物件数が3616件でそのうち競売が成立した件数が299件ということになり競売の制約率はなんと8.3%ということになって、えー、これ10%を切っているという状態なんですね。 でただし中馬天使はですねこの特に競売の制約率というものが低くてまあ他はそこれほどでもないよって言ったらまあそうかもしれませんがただどの都市を見てもらっても分かるとおり、ね、ここに出ているその15個の都市ここを全体で見た場合ざっとまあ概算で考えた時にですね まあおそらく7割程度の物件は競売自体が成立していないっていうことが分かるんじゃないかなと思いますつまり制約率は3割程度ではないのかということなんですね、まあ、中国の国民の一般的な意識からすればなんですが不動産というのはまだまだ買い時ではないということになるんじゃないかということなんですで繰り返しになりますがあここに記載されているのはあくまでも中国の50代都市 トップ50に入る大きな都市の物件の話なんであって50代都市から外れた小さな都市においてはですねまあさらにこの競売の成立率,率というか制約率というかこれがさらに低いということは想像がつくと思うんですね。ということなんですが2023年の軽売物件数先ほど言ったように79.6万戸なんですが。 これに対して制約した物件数は14.7万戸にとどまっていて制約率はわずかに18.5%なんと20%に満たないというのがこれが現実なんですねで当然ながらこれほどこの制約率が低いということになれば流れた物件数がそれだけ多いということなんですが流れた物件が流れたままになっているかといったらそんなわけはなくてですね えー、さらなる値下がりを、えー、してからまあ、再度競売にかけられることになる、えー、これは理解できるかと思います。で、競売物件の値下がりがさらに進めばなんですけどえー、元々の、えー、この住宅を保有していた人たちまあ、競売で高く売れればですね。まあ、それによって。 かなりその債務を圧縮するということがまあできたであろうに、えしかしながら競売の値下がりがですねあまり進んでくれないということによって、え元のこの住宅保有者の経済的負担というものはさらに高まることになってくるわけなんですね。で、こうした点からも中国におけるこの経済的弱者の生活苦というのはさらに深刻化することになるわけなんです。そしてそうなると人々は もはや道徳なんてことに気を遣っていられなくなっていき盗みなどのですね悪事を働く方向に動いていくのはもうほぼ確実ではないいかと思います一方中国共産党はこれまでにはなかったレベルで言論統制というものをどんどん推し進めていて密告までこの奨励するようになっているわけなのでえ中国国内においての生活というのはさらに息苦しいものになっていっています。 こういう環境の中でですねもう精神的にも経済的にも追い詰められて耐えられなくなった人たちが社会に対する恨みというものを抱えながらその恨みを見せつけるようなやり方で事件を選ぶということは今後も増えるのではないかというふうに私は見ています。中国ははまますます悲惨ななな社会になっていいくのではないでしょうか 最後に品川駅徒歩5分のところで6月15日の土曜日に予定されている私のイベントについて案内させてくださいえどうしたら幸せになれますかというまあ政治経済とはですねこの全く関わらない、えー、そういうイベントで、えー、大変恐縮なんですが、えー、私は長らくずっとこの不幸せマインドの中で暮らしてきていてまあ、そこから抜け出してですねまあ、幸せマインドに変わったというのはまあ割と最近の話なんですね で自分の経験から不幸せマインドの時のものの見方も分かれば幸せマインドの時のものの見方も分かるようになっている、えー、こういうことがあるんですがこれは自分にとってとても大きな財産になっていて。 えー、こういう経験みたいなものをですね多くの人に話してみる価値があるんじゃないか、まあ、そんな感じのことを思っているわけですで世の中に溢れている自己啓発の類い、えー、これはですね不幸せマインドの人の心の内というものをあまり理解しないでかなり無茶苦茶なことを私は要求してるんじゃないかなというふうに思っているところがあります。でこういうい中でですねまあ この不幸せマインドに陥っているような人たちの気持ちというものを理解するようなそういう私なりの幸せマインド論というものを話すことができたら、まあ、こんな感じのことを思っています。で私は別に背後に何らかの宗教が絡んでるということもありませんしね行ってみたらですねなんか高額商品みたいなの用意されてて、ね、これを買えばあなたは幸せになれますみたいなあそんな感じのことがあるわけでもないです。 で私はこういう自己啓発系でもってお金儲けをする気というのはさらさらないのでですね、まあ、こういう点に関してはあの安心してお越しいただけたらなというふうに思ってます。で参加費は5000円ということになっていますけれども、まあ、申し込みサイトのお友達枠のところで私の名前にチェックを入れてもらえればです、ねえー、3000円になりますので必ずチェックを入れてください。 えー、必ずやろう日本最高浅川豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます